明けましておめでとうございます。おめでとうございます。去年は本当に大活躍で、はい、とっても素晴らしかったなというふうに、はい、思っています。で、まあ、オリンピックに、ね、内定をされて、でその時のこともすごく記憶に新しいんですけども、葛飾の区民もみんなね、はい、ものすごく喜んで、いたんですよ、はい、その後あとずっと練習されてるんですか？はい、そうです。世界水泳が終わってとインカレ国体と、まあ、9月までレースはあったんですけども、まあ、それから少しだけ休みを取ってまた去年の10月から、今も一番泳ぎ込みの時期なので、まあ、ずっと、はい、続けてトレーニングはしています。これからのだね、もうすぐですもんね、オリンピック。はい、そうですね、もう、まあ、8月ですよね。そうですね、あと半年と少しなので、はい、まあ、まあ、いよいよだなっていう感じはします。4年前のねオリンピックの時も出場するっていうんでね、みんなびっくりしましたけども、はい、葛飾の堀切の方だっていうことで堀切でねパブリックビューイングってやりましたけども、はい、ちょうど、まあ、夜中の放送になっちゃったんですね、はい、で最初の予選の時はまだ夕方からだったんでねあれですけども、明け方になった時なんかでもすごくお客さんたくさん来てね、みんなで応援したのをすごくね、はい、昨日のことのように覚えてます、はい、ありがとうございました、ね、でもその時から見ると久しぶりにね、うん、お会いするとすごくこう成長したなっていう感じがするんですけども、うん、はい、大きくなったんですか？まあ、身長はもうそんなに止まっていると思うんですけど、まあ、ウェイトトレーニングとかしているので、まあ、その分筋肉とかもついて大きく見えるのかなって思います。これからどんな練習をしていくんですか？これからはまず4月に日本選手権でオリンピックの選考があるんですけど、まだ 100m 平泳ぎと 200m 個人メドレーではオリンピックの代表権はまだないので、まずそこに向けて、はい、これから調整なり強化なりとしていくような形になります。オリンピック何種目ぐらい出たいと思って、まあ、最近、まあ、200m 平泳ぎは決まっているので、うん、まあ、あとはずっと取り組んできている 100m 平泳ぎと 200m 個人メドレー、まあ、世界水泳でも銀メダルを取れたので、またそれも、3種目ではオリンピックには挑戦していきたいなと思ってます。みんなね、メドレーっていうんですかね、はい、メドレーで泳ぐ種目ってのは何と何があるんですか？あんまり知らなくて申し訳ない。競泳全部で4種目あるんですけど、まあ、最初にバタフライから始まって背泳ぎ、平泳ぎ、クロールっていった順番で、個人メドレーにも 200m と 400m があって、それぞれ 50m ずつか 100m ずつ泳ぐんですけども、私は 50m ずつの 200m の方に取り組んでます。その中でやっぱり平泳ぎが一番得意なんですか？まあ、そうですね、一番その種目で周りとの勝負が結構周りとのレースの展開が変わってくるので、まあ、そこは見ていて面白いかなって思います。見ててもちょっとこうハラハラドキドキするけども、はい、楽しい感じがしますよね、はい、ぜひね、はい、頑張ってもらいたいなというふうに思いますけども、はい、あれ陸上競技だと例えばコーチでトレーニングするとかってよくあるじゃないですか、はい、そういうそのトレーニング場所変えてやったりもするんですか？はい、水泳でもコーチトレーニングとか行ったりして、去年の世界水泳の前、7月はもう1ヶ月ぐらいずっとスペインのグラナダっていうところ、まあ、そこでずっと1ヶ月ぐらいトレーニングを積んでました。息が切れたりしないんですか？まあ、平地にいる時よりは、まあ、普段の階段を登ったりとかする動作も結構苦しいなっていう、まあ、苦しいというか、まあ、足がすぐに疲れるっていった感じなんですけど、まあ、大体長くいると慣れてきて、で平地に戻ると、まあ、その動作が楽に感じる
ていう。そうするとじゃあオリンピックの時は平地ですよね今度はね、はい、割と海にも近いところみたいだから、うん、そうするとじゃあその時に力が倍増すると。そうですね、はい、なので今年もオリンピックの前はまた同じ場所でトレーニングをしてから、まあ、行こうかなっていう予定ではいます。前回のオリンピックの時のねパブリックビューイングを今度はねもっとたくさんの人に、うん、見てもらいながら応援したいなというふうに思ってるんですよね、はい、パブリックビューイングは、ブラジルには届きませんけど応援してるなと思って、はい、泳いでほしいなというふうに。そうですね、はい、思います。ぜひ頑張りたいと思います。立石のねスイミングでやってたこととかそれから堀木にいらっしゃったとか、うん、今でも合宿所にいらっしゃるんでしょ、はい、そうですね。確かに帰ってくる時っていうのはたまにですか。そうですね、週に1日は休みがあるので、うん、まあ、その時に帰ったり、あとはまあ大体そうですね、もう今はトレーニングが結構忙しく入っているのであんまり帰れてないんですけども、9月10月あたりは、まあ、休みも少しあったのでその間には少し実家に帰ってました。ああ、じゃあ、世界水泳が終わった後ちょっとお休みした時に、はい、葛飾に、はい、あ、そうですか。堀切見ました。はい、見たことはあります。葛飾もね、いろんなキャラクターができたり、ね、はい、してもともと人情の町だし、うん、人がみんなでね楽しく過ごす町にだんだんなって、でなおかつ少し元気をね出す町になってきてると思うんで、葛飾に帰ってくるとやっぱり気持ちはゆっくりしますよね。まあ、そうですね、葛飾に帰るとやっぱり知り合いとかにもたくさんあったりとか、うん、やっぱり小さい頃から過ごしてきた町なので、うん、まあとても心は落ち着く感じがします、はい、ね、やっぱりリラックスするっていうのはね、うん、大事ですもんね、はい、やっぱり一生懸命頑張るときに時々リラックスしてもらって、はい、頑張ってもらいたいなと思いますね、はい、普段その葛飾帰ってくるときもありますけども、普段のときってそのお休み1週間に1回って聞きましたけど何されてるんですか。まあ、そうですね、結構まあ、練習とかもいつも朝早くから夜遅くまであったりもするので、まあ、1日、まあ、ゆっくり寝て過ごす時もあれば、まあ、友達と買い物に行ったりとか、うん、あとは、まあ、美味しいご飯食べに行ったりとか、まあ、いろいろ、まあ、ストレス発散じゃないですけど、はいはいはい、まあ、一番、まあ、気は休まるっていう感じですね、うん、はい、試合に臨む時にどうしてもこう気持ちがこう緊張するなるじゃないですか、うん、でそういうのってのは例えばそういう普段との切り替えとかっていうのはどういうふうにされてるんですか。うん、まあ、でも私の中では水泳の時は水泳で、まあ、オフの時はしっかりオフっていうふうにしているので、まあ緊張とかはするんですけど、まあ、トレーニングをたくさんしてきているのでその、まあ、してきているから大丈夫っていう自信は持って、はい、取り組むようにはしています。やっぱりそれは自信がねついてきてるっていうことですね、うん、はい、そう思います。僕もダメながら陸上競技をね、うん、昔やってたんですけどね、はい、試合の時にねこれ僕の思いですけど、ね、はい、緊張しないとダメなんです。 ある程度そのちょうどいい緊張っていうのは難しいと思うんですけど、はい、やっぱり緊張しないとね、うん、だらっとなるとね、うん、気が引き締まる、そんな感じあります。やっぱりまあそうですね、なんとなく分かるような気は、程よい緊張がある時の方が、まあ、レースでもいい結果を出すことができているかなとは思います、うん、状況に合った気持ちの持ち方ができるとね、うん、今すごく自信を持ってね、はい、活動されているような気がするので、うん、去年もねとってもいい成績だったし、ぜひね今年もそういう感じで、はい、頑張っていただきたいなというふうに思います、はいはいはい、それでね今葛飾区で渡辺さん活躍したことでもちろん水泳もそうなんですけども、その他のスポーツもね、うん、ぜひ子どもたちにもね、うん、頑張ってもらいたいなと思ってるんです、うん、
それで堀切とか南綾瀬の地区でもみんなに頑張ってもらうようなねスポーツクラブもできてるんですけども、うん、そういった場をたくさん作ろうと思って今年水元に総合スポーツセンターっていうのがオープンするんです、うん、はい、知ってます、はい、もしできたら時間が取れるようだったら、うん、ぜひそこでね、はい、みんなにちょっと泳いでるとこを見せてもらえるといいなと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、奥戸のね、プールもそうですけども水元にもプールがあって、まあ、公式のプールではありませんけどもぜひ子どもたちとかそれから高齢者とかみんなにね水泳の楽しさをね、うん、知ってもらいたいなと思うので、はい、またその時はお願いします。はい、ぜひお願いします。また他にもね今葛飾もねお年寄りの方増えてるんですね、うん、今もう100歳超える方も150人超えるぐらいいらっしゃるんですけど、うん、多くの高齢者の方がね結構水泳とか、うん、それその他のスポーツ楽しむことして増えてるんです、うん、で体力がついてきてるんですね、うん、だからこれからはやっぱりスポーツを通して健康に過ごすっていうことをね、うん、進めていきたいなというふうに思ってるんです、はい、で合わせてやっぱり渡辺さんのようにねトップスイマーがいるようにその他の種目でもトップの人もいて底辺も広がって活革命みんながスポーツを楽しんでもらえるといいなというふうに思ってるんです、はい、そうですね。やっぱり小さい子どもから、年寄りの方々までやっぱり適度、少しにでも、うん、やっぱり体を動かしたりするっていうことはすごい健康的にもいいなと思うので、ぜひそういうのはすごい広めていてほしいなと思いますし、自分でも少しでもそういうことができたらいいなとは思ってます、うん、今はねもうますます選手として大活躍してもらいたいと思いますけども東京オリンピックだってねもうその次ですからぜひもうその辺までますますね活躍していただきたいと思いますけどもやっぱりスポーツに関わること特にね水泳に関わることの中で葛飾のスポーツ振興にもねいろんな時に応援をしていただけるといいなと思いますので、はいはい、ぜひ協力させていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。いやもう気づいてます。入ってた時からパッと思いましたもん、はいね、はい、そうですね。結構普段から厳しいトレーニングも続くことがあるのでその間に少しでもやっぱり自分の好きなこととかやっぱり爪の先指先とかが自分なりに結構満足で可愛かったりするとそれだけでも少しは気晴らしになるかなって思っているので、うん、でも気分転換に、ね、はい、なるっていうのはすごく、ね、そうですね、いいことですよね、はい、でもすごく綺麗ですよ。ありがとうございます。今年はね、リオのオリンピックです、はい、ぜひ練習をしてそしていい成績を収めてほしいと思います、はい、葛飾の区民みんなでね応援をしてます、はい、気持ちとしてねでも無理はしてほしくないなって気持ちはすごくあるんですけどね、はい、でもやっぱりいい成績を収めてほしいと思いますので、頑張ってください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、昨年は、世界水泳で金メダルも取ることができて、うん、今年のリオ五輪にも内定がしているので、去年と同じように、葛飾の皆さんにもいい報告ができるように、無理なく頑張りたいと思います、はい、ね、力を発揮できるように、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。